高く思えて車を寄せた雨上がりの店。昭和61年にオープンした世田谷美術館は、誰もが日常生活の延長として気楽に足を運べる美術館を目指してユニークな活動を行っています。クリスのそれからその素晴らしい環境のいいところでっていうことで、まあ、あの従来の美術館がどうこうっていうことじゃなくて、なんかこう新しい可能性はないかっていうところが出てきてる、まあ、そこから首に密着したね、首に密着したっていうことでは当然のことながら日常生活にっていうことなんですね。でだからあのいわゆるあの従来美術館がっていうのはこういうもんだということで、そこの中でどうしなきゃならんかっていうことじゃなくて、例えばまあ展覧会をやってるっていうこと だけでなくてね、例えばまあ音楽会をやったり演劇をやったりとか、それからまあ最近 その民族音楽をよそから外国からお呼びしてとかね、まあ、それからまあそのミュージアムショップがあったりとかね、それからそのワークショップがあったりといったような、まあ、ちょっとあまりこう今までの日本の美術館活動の中ではあの取り上げられなかった部分、それをかなりこうあの重く見てね活動してるっていうところがあるかもしれませんね。赤ちゃんをくださって、このように世田谷美術館は美の殿堂、日常生活とはかけ離れた美の聖域という従来の美術館の枠にとらわれないさまざまな活動を行っています。重視する美術館、文化交流の場となる美術館として、地域社会の文化教育の振興にも力を注いでいます。今回はその一つ、ワークショップを紹介しましょう。ワークショップとは、もともと何人もの人々が協力して物を作る場所、建物を意味する言葉ですが、今日ではそうした共同制作そのものを指す言葉として使われています。規則に従った形を作りましょう。一番最初ですから、曲げない、曲げないで行っても、こういうふうな形ができますね。簡単にしよう。こういうふうな形でも、平らな形でも一回こう折り曲げたりすると面白いでしょ。普通の箱と違って面白くない。分かったね。それでね、おじさんが、おじさんじゃない、おじいさんが作ったね形がいろいろありますからね、これ真似してやってもいいしね、真似しないでやった方がなおいいですけどね。それではいよいよかかってもらうわけですけどね、そんな難しいの作らなくてもいいからね。それじゃあ始めてください。三角定規が使いたい。まずどんな形を使う、そこはそれ考え、四角でも三角、うん、面白いね。講師の先生は最初に簡単な説明をするだけです。それでも子どもたちは思い思いの形を作り始めました。四角いものですよね。え、何？何？面白い形。アシスタントの指導員は子どもたちの手伝いとアドバイスをするだけで教えることはしません。どちらかというと一緒になって考え遊んでいるといったところでしょうか。それ両手利きだからね。両手用だから。35mm、 35mm、 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 35mm
さらに改造すればいいんだろう。尻尾つけたの、面白い。こんなのになった。わ、取れた。塗りをもうちょっとつけて。しばらく持ってない。このワークショップでは、作品を作るということにあまり重きを置いていません。結果よりも、そのプロセスに創作の最も大事なものがあると考えているからです。そうそう。それだけでなくてね、別の紙。まずこれ、まだ完成しない。まだか。時間かけて作る。そうそう。女の子は綺麗に細かいですね、やっぱりすることが。もうとってもこれシンポジウムで作ったりもね、とっても綺麗だね。こうやって見る角度を変えるとすごくこうね、四角がいっぱい重なってるように見えるんだよ。この真ん中の十字架がね、いっぱいこう重なってるんだよ。これ面白いから後で見せてもらって。このワークショップの狙いについて世田谷美術館では次のように考えています。すごいや、いろんな解釈があるんですけども、この世田谷美術館では、まあ、一種の共同作業ということで考えているんです。共同作業ってもちょっと、まあ、ちょっと単純な言い方なんですけども、まあ、普通の講座ですと講師がいて、まあ、受講者がいてという、まあ、教える人と教えられる人という、まあ、区別があって、まあ、そこで講座が成り立つんですけども、まあ、ワークショップの場合ですね、講師も受講者もない、みんながこう並行って言いますか、並列の関係で、それでお互いですね、刺激をし合い、あるいは影響し合って、まあ、その場でですね、こう誘発し合いながら、何か一つの目的に向かって、何か行為をする、何かを作るというようなことをですね、そういうふうな位置づけをしているんですが。これは何だろう。できたぞ。面白い。どこやですか。時計がね。じゃあうまいこと考えたな。僕としてはね、僕がやってきたことの順序で教えられないしね、そのことはね、小学生や小さい子供でも理解できることなんですよ。この形は四角い形を作れてた、四角い形って一番単純ですからね、間違わないでみんな作りますよ。それで喜んでやってますよね。いや、喜ぶか喜ばないかわからなかったけど、意外と喜んでますね。そして四角い形と言ってるのに人間の時計作ってみたい、そういうことをしますけどね、それはそれで子供ですからね、好きなようにやらしてるんですけどね。意外と抽象的なことを子供が理解しないかという懸念もあったんですけど、そんなことはありませんね。大変それはそれで面白がってやってますから、子供よかったと思ってますね。みんなそれぞれまだ小さいけど個性がありますね、はっきりね。2回見てると、あ、これはこの前このあれを作ったことだなって分かりますね。だからそれをそのままいい方向に育てていってやると、まあ美術だけやるのが脳ではないでしょうけどね、人間の感性をこう育てていく上にはいいんじゃないですかね、自由にと思いますね。並べて、うまくしっかり。
砂糖と、うん、あ、乗った乗った乗った、これこれ面白いね、うん、教えられるところがあるというと大げさかもしれないけど、そういう感じはありますね。純粋な気持ちがある、何かにとらわれて何かの真似をするとかね、そういうことはないですからね。そういうことに汚されていないという感じはありますね。確かに生まれて間もなくですからね。まあ、今の子どもたちの取り囲むその社会環境っていうものが、まあ、どうあるものか、まあ、どういうものであるかっていうことを、まあ、私たち大人がまず真剣に考えることですね。まあ、自然環境を一つとってもそうですし、とにかく子どもたちの取り囲む環境自体が非常にこう殺伐としたものになってきている、まあ、そういう中で子どもたちの感性がどういうふうにそのまま影響されていくのか、結局、まあ、そういう子どもたちに与える影響というものからですね、子どもたちの感性や個性というものをどう守っていくのかというのは、これは大切なことだと思います。でまたそういう子どもたちが後に長じて大人になり、そして社会の構成員の人になっていく、まあ、そのためにですね、何か一つこのワークショップという体験が役に立っていけばというふうに思ってるんですね。大人もそして子どもも無心に何かを作る、そこには私たちが忘れてしまっていた何かがあるようです。そしてその自由な想像力を大事にするということは、取りも直さず私たちの生き方そして社会環境をもう一度見つめ直すことにもなるのではないでしょうか。